この高松城は今から約430年ほど前、豊臣秀吉の家臣、高松と政によって築城されました。それまでこの地は三原の将と呼ばれ、港町として栄えておりました。現在の建物は大正6年に松平氏の12代当主の松平頼長伯爵によって再建されております。 その歴史的価値から平成24年7月に国の重要文化、どうかな、多分ついてこない。春先は全然ついてこなかった。水温が低かったりね、餌がこう、ね、ついたまま、ついてこなかった。今はちょっと、春先はもう全然ついてこない。割れてたんで、同じ形にしてまた入れ込んでね。 どうやって積むんですか？これ、うん、これ今はあるでしょうね、多分クレーンとかでやるんだけど、昔の人はこの正面の石垣ね、この正面の石垣が約430年前そのまま手つかずの石垣。